い。はい。少々お待ちください。マスター、電話です。私、エイコ。なんとなく、あなたの声が聞きたくなって。ねえ、会いたいんだけど、今からいいかな？私の恋人ですよね、エイコさんって。その人に会いに行くんですね。マスターは思い出に恋してるだけなんじゃないんですか？私ね、結婚するんだ。相手のことを聞きたい？いいから聞いて。エリートよ。有名大学を卒業して、一流企業に就職して、同期の出世頭なんです。上司の覚えもめでたくて、多分一生安泰だわ。でもね、なんか違うのよね。残念。その件に関して私の意思は関係ないの。いや、パパが授業で失敗しちゃってさ。結婚を条件にお金を貸してやるって。財産家なのよ、カレンチ。モテる女は辛いわ。そういうわけにもいかない事情があるの。今度はママが病気にかかっちゃって、踏んだり蹴ったりってのはこのことよね。ねえ、私をさらって逃げてよ。どこか遠いところで暮らすの。本当？